Thank you.
ちら、オスオス。本日は金曜ロードショーアナと雪の女王です。見よっか。あのさ、来週なんだね。アナ雪2、来週なんだ。11月22日知らなかった。ポコツどうもいらっしゃい、こんばんはです。いらっしゃい、どうも。松たか子さんの 歌声聞くの楽しみ。そう、あのね、次のアナ雪2も松たか子さんらしいですよ。よかったね。でもエンディングはメイジェイです。これに合わせてお風呂上がってきました。こんばんは、どうもこんばんは。いらっしゃい、どうも。いらっしゃい。見よう見よう。テレビでは何度目でしょうか。前回、てか今年の頭にやっぱり1回見てて、1月4日か5日に見てるんだけど、あれはテレビ朝日版だった。で、今回は金曜ロードショーで、日本テレビです。別局だ。なんだね。なので、少し編集方法とかも違うかも。ちょっとした差異があるかもしれないね。2の日本語版公開されてま、え、あれもう公開してんだっけ。え、11月22ですよ。あ、あれですか、プロモーションですかね。あ、もう来ないかったな。いらっしゃい。お、いいよ、いい時間ですよ。どうもいらっしゃい、どうもいらっしゃい。地上波合計3回目です。3回目か。アナと誤解、やめなさいよ。やめなさい。やめなさい。オラフに何の罪はないんだ。カホか。コンさんにいらっしゃいませ、どうもです。もう、だもうそのせいでさ、アナ雪のイメージ悪いもんね。そ、だって今から1ヶ月、2ヶ月くらい前、もうちょっと前だっけ、5月、6月だっけ。いやー、アナ雪2公開前のやっぱり、アナと雪の女王って言ったら、オラフが捕まってるっていうイメージは日本では悪いもんね。ここで1回払拭しないとな。今回は、今日のはですね、生産変わってますので、もう綺麗なアナ雪になりました。綺麗です。ね。竜が如くも、人差し替えになりましたし。あ、始まるかな？今日はアナ雪ですよ。こんにちは、こんにちは。オラフの生産の、あ、確か変わるはずですね。で、もう変わって、キョンピのイメージ、今日お披露目会なんじゃないかなって思ってる。オラフ声優は、日本竹内さん、竹内俊介さんって方ですね。ちょっと調べようか。男性声優、あ、声優さんの方ですね。アニメ「アイドルマスターシンデレラガールズ」プロデューサー役とか。デュエルマスターズ VSRF ドラゴン竜。最近主役級のキャラも張ってる、まあ実力派の新人の方ですかね。新人っつってももう5、6年かな。の、もう声優さんだね。ガチ声優さんだ。キョンピ知ってるキャラないな。うん。あと1分だねって。お、こんにちは。いらっしゃい、どうも。若手注目株声優。まあ、その声優さんが今、アナ雪としてね、ディズニー声優デビューと なったら、まあ、これはチャンスかもしれないですね。もうすぐかな？あ！来たっぽい。
声変わってるな。あんまでも変わんないかな。似てるな、似てるよね。アナ雪2見に行きますかって。アナ雪2よりも、あ、まあ気になってるけど、アナ雪2より、あの、すみっこ暮らし気になってる。泣くと噂の。2019年アニメ史上最高と言われてるすみっこ暮らしは気になってるけどね。まあ、アナ雪2も気になるな。あ、あ、始まりそうですよ。あ、一緒に楽しみましょう。楽しみましょう。楽しみよ。あなた雪の女王。あ、お、あれだね、アナ雪仕様になってる。あ、オープニングがアナ雪だ。氷になってる。凝ってるわ。始まった。凝ってんな。凝ってますね。内容はなんかね、なんか結構北欧神話、神話とは違うのか。まあ、氷がメインですよ。ストーリーは何だろう。どういう設定かわからないけど、アナ雪の話の後ってことで OK？ いやいやいや、これこれアナ雪の一作目ですよ。これ一番最初のアナ雪。2がアナ雪の後ですね。一番怖いのは人間ですって話だっけ。あの、ですね、どっちがアナでしょうね。そこからあれですから、もう必要ですからね。何 3D 技術だよな。とある途中のシーンがもう氷の表現が美しすぎてたまりませんよ。最近あの他の映画見る機会があるんだけど、ディズニーの映画の良さって歌のシーンちゃんと日本語版も用意してんだよね。ドリームワークスとかって歌のシーン英語のままだったりして、歌の意味が分かんなかったりするところもあるんだよな。ボスベイビーってね、すごい日本でヒットしたけど、途中で歌のシーンがね英語のままだからよくわかんねえんだよな。日本語版もあればいいのに。ディズニーはね、ちゃんと歌は日本語も用意してますね。懐かしいな。アナ雪2013年だって。もう今から6年前だって。これがなんかほんとつい最近のイメージなんだけどな。オーロラ、イエローナイフ2も関係あるのかな。氷かき出すってやつ。今乗ってる方がアナです。アナと雪の女王のアナです。
お母さんがアナ雪好きなんだよ、じゃあね、あ君もねアナ雪面白いよねって、好きなんだよねって言ったら、あのアナ雪2一緒に見に行ってくれるかもしれないよ。キョンピ言うわ、あのねアナ雪はね当たりですよ結構すごい面白いと思うよ。まあ日本中や世界中が熱狂したのも理由わかるぐらいアナ雪はねありです。オラフ、雪だるま、いやまだ早い、まだ早い、まだ早い、今じゃないな。トイストーリーか、4は見たかい？凍りついてるな。アナ雪見たときに感動しすぎて背筋がゾワッとなったって。はあ、人間関係だよね。ディズニーは美女と野獣が好き。ほう、はあ、魔法。あー、涙腺があって、もう鼻大きいな。トロールって言ってましたね。まああのあれも妖精の一種ですよ。ハリーポッターのトロールとかもうイメージないかな。小人ですね。アジン族だ。来たこの歌。こっちいらっしゃい。雪だるま作ろう。ああ、ダメだ。
泣くの早いよって。キョピ一回見てるからさ、あのね、でも辛い。だって魔法のことをさ知らないからさ、アナはエルサ辛いのにアナわかんないもん。エルサ優しいんだもん。めっちゃ成長してる。映画館にいた時ここら辺でもう目が腫れてた気がするって。マジか。だってあんなちっちゃい時からこの年齢になるまでずっとコン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 ってやってるのよ。黒服、墓場、なくなっちゃった。遠征に行ってそのままなくなっちゃったみたいね。ジョバンなのに。姉妹なのに。神田沙也加ちゃんの声。そうね。アナから見たら大好きなお姉ちゃんが急に遊んでくれなくなったんだよな。何年も何年も。そうよね。一緒に遊んでたね、お姉ちゃんがね。成人、大人になった。この国の成人ってあれかな、16かな、20かな。スベン。序盤の少年ですね。切ない。エルサはディズニー初の20代プリンセス。ディズニープリンセスってほとんどが10代なんですよね。知ってるかい、ジャスミンなんか15だからね。プリンセスっぽくない寝顔だ。あ、実写版ソニックのプロ、映像見た。あれですよ、あれが求めてたソニックですよ。戴冠式、儀式だね。王様って認めてきたね。アナ雪はね、プリンセスがね、二人もいるんだよ。アナと雪の女王のヴィラン、悪いやつって誰？誰なんだろうね。
まだ序盤だよ。テレビでリメンバーミー見たいんだけどやんないよね。アナ雪今日初見の人って。あ、ちょっといるね。あ、生まれて初めての曲。あー、アナさん派ですか、エルサ派ですか。ってエルサはまだ分かんないな。ああ、いるね、はじめてさんいるわ。ニヤニヤしながら初見の人を観察する民になる。まあキョンピも今日は落ち着いてみようかな。オラ派ですよってマジか。心が落ち着かないとエルサは魔法が勝手に発動しちゃうんだ。だから落ち着いて落ち着いて落ち着いて、手袋もして。スベン派ですっておい、魅力キャラいっぱいいんな。この二人対照的な歌を歌ってるのぜ。イケメン来た。言い忘れてたけど、今隣にいるアナ雪マニアが完コピで歌って踊ってます。すげえな。ここの歌も結構長いぞ。すごいわ。ああ危ね。搬送し。お兄ちゃんとアナ雪2見るよって。おお行ってきな。キョンピョン連れてけ。いいもみあげだ。前回もお土産の話した記憶あんな。エビフライ？なんで？CM！ はあ、アナ寝相悪そうだから結婚しても一緒寝られないよねって寝相が悪い人か。そうな、リコさんとこのもとこの旦那も寝相悪い感じですか。アナとエルサの父母派ですって。そうか。そうか。エルサは？エルサでも難しい立ち位置よね。
あ、もみあげが立派すぎてエビフライに見えるってファンの界隈でも有名ですって。ディズニー界隈があるのか。お兄ちゃんは今ライブ行ってますって。そうなんだ。キョンピは今ライブしてるよ。寝相が悪い人ってすごいんです。起きたら F の字で寝てることあるよ。 F どこが頭ですかこれ。ん寝相悪いな。 F どんなだ。F の字。F の字ってどんな。こんなですか。こんな、こんな、あ、こういうこと？縦横横って。朝起きたら自分は I の字ですって。I の字。I の字か。直立不動ですね。そう、すごいあれだわ。おとなしく寝てんね。3人で F の字。あ、 F の字。なるほど、3人が。つまり1人ちょっと横に来ちゃってますね。はい、一番背が高い人か。手で万歳で I の字って。ほう、始まった。キュンピはね、テレビで見たのが初めてなんですよ、アナ雪。映画館で見るのもすごいだろうな。来週か、見たいな。来週のアナ雪見たいな。見たいな。戴冠式。あ、手袋。ちょっと震えてる、手が。戴冠式って言えば日本でもあったよね。なんだっけ、名前出てこないな。天皇陛下の即位式。この話で、即位式で三種の神器をね、天皇陛下も受け取りましたね。即位聖礼の儀か。ぎこちない姉妹の会話だな。チョコ好きなんだ。貿易。キレキレです。あ、
生贄この人仲いいよねってぴょんこぴょんこです。危ねまあ、あれ見てないぜ。兄が12人あー見ないふりやっぱ妹はそう感じてるよな。いい声してる。歌の多いあのディズニー作品は結構バズるイメージあるわ。アナ雪は歌多いね。もう3曲4曲歌ってるよ。映画作品においてね、歌ってあのテンポよくストーリー進めるのにも一役買ってるのよね。アナ雪は結構内容詰めてるよな。曲調と歌詞で意味込めるから。これディズニーランドで見たことある。でっかい時計あるよね、あそこ。It's a small world か。わお。展開早いぜ。アナ雪歌がいいねって。この歌も好きよ。これカラオケ歌う場合は結婚してくれまであんのかな歌詞。ミュージカチックいいよねって。見てて楽しいよね。
うんうん、1日で結婚いたまでってすごいよねって。芸能人だって電撃結婚って言って3ヶ月結婚するぜ。ああ、これって引きこもりの姉が妹の結婚で発狂するアニメって聞いたけど本当って。そうとしか見えない。やめてやめてやめて、不穏になってく、不穏になってく。ああ、あかん。あ、炸裂してる。今は気持ちが通じ合えば時間関係ないよって。そうよ、運命って。君は運命を信じるかい？あー、走った。超綺麗。あぶね。うやびー。やべえよな、やっぱな。アナ雪やべえ。チーム、はあ、美しい。いやー、やばいっすよ。いやー、金曜ロードショー本気出してる。次回ルパンだぜ。エルサのドレスに書かれた花は紫のクロッカス。花言葉は、あー、なんだっけ。エルサ、紫クロッカス花言葉。色で変わるのか。紫。うん、紫クロッカスには、愛の後悔という花言葉があると。マイナスのイメージが強い、花言葉だって。うん、紫クロッカス、クロッカスにまつわる花言葉にはこんなものがあって、黄色のクロッカスは私を信じて、紫クロッカスは愛の後悔が合わさって、後悔したくないから私を信じてという花言葉を送ることもできると。こういうこと、こうすることによってプラスの花言葉になって自分の気持ちを伝えることもできますよ、だって。はい、花言葉、花を使ったコンボだね。こんばんいらっしゃいませ。
アナ雪を知っていますか。もうこれディズニーでめちゃめちゃもうなんだろう、ディズニー人気にさらに拍車をかけたと言っても過言じゃない作品ですよ。言うて今日でまだ3回目だね、テレビ放映はね。いらっしゃい。すごいんだから。2ってそんなやらないからね。ディズニーで2は。ディズニーで2って言ったら、全然なくて、つい最近あったのが、シュガーラッシュ。あれは、シュガーラッシュオンラインか。シュガーラッシュオンラインは、あれは、実質上2だからね。始まった。もう爆発的に売れた作品の2、劇場化した。いやーすごいんですよ、ディズニーが2を映画化するのは。大体ディズニー作品の2ってビデオだけの販売だったからな。ライオンキング2とか見たことないでしょ。映画化して終わりません。見たことなかったって。ほう、いいですか、これは愛の物語です。身を預けるってな、アナも若いわ。髪型いいよねって、あーわかる。宣伝用ポスターのこの2人と今違うもんね、髪型ね。さあ来た、あの曲だ、あの曲が来る、来しまうのか、来た。降り始めた雪は足跡消して、これがあの歌ですよ。心を、世界の心を盗んだ、掴んだ。曲だけ知ってる。ちびっ子だけじゃなくて大人も歌い続けるというあの歌です。松たか子がめちゃめちゃうまいのよね。サビ来る、サビ来た、うひょー、ここすごいよな、鳥肌来てる。すごい。お箱ですよって。わっ、タピのメスめっちゃ当たるのかこれ。歌ってる人いるもん今放送で。うわすげえ。
みんなが知ってるエイサーになった。全世界の乙女の心をわしづかみにした。うひぇすげえ。名シーンだ。すごいわ。やっぱすごい。ディズニーさん、さすがです。こんばんは、いらっしゃい。今あの歌が終わったよ。これはレリゴー、レリゴーです。娘、白身の足丼。カンコピだ。雪の結晶がパキパキパキいくあのシーンですよね。すごいよな、ブラボーだよな。荒削りだった氷が研ぎ澄まされた芸術的な彫刻作品のようになっていく。名実況だね。あの階段登ってみたい。あー寒い。お尻びっちゃびちゃですよ。寒い寒い寒い。あーくっついた、固まった。王権の店。ここ好きよ。アナ雪だってディズニーランドだってすげえ気合入ってるもん。すごくない？こういうのとか。あ、押していた。ディズニーランドの新しいブースができるんだけど、これですよ、これ。さっきの雪の城がこれですよ。2020年オープンのディズニーランドの、あの穴雪のブースは、ここがメインです。楽しみが増えましたね。氷屋さん、でかい。がたい。だ。人参ないよ。パンこねれるわい。あ、たら。これじゃ寒いもんな、ドレスじゃ。玄関にトロール銅像あったって。え、よく見てんね。ラスイチセットの冬服といえばすげえダセー服、冬服ですよって。上のとこいだもんね。ここに女の子いないんじゃないのと信じたい。
ってる。危ない危ない、夜中ですよ。セーブ。売れ残りのこの色合いのドレスをこんな着こなすなんて、育ちが違うんだ。プリンセスやぞ。それはもう教養とかさ、国の最先端ですから。確かに両血統ですからね。秋田の人ってなんで美人が多いかって知ってる？秋田美人って言うじゃないですか。秋田県の女性って美人が多いっていう説があるんですよ。なぜかっていうと、秋田の大名がすっごい面食いで、かっこいい男性やかっこいい女性をお金払って秋田県に呼び寄せたらしいんですよ。そのなんか両血統の顔のいい遺伝子がどんどんとこう生まれていって、現代も秋田県の人はイケメンや美女が多いと言うんです。王族ってあれよね、やっぱり耳麗しいお姫様とかと結婚繰り返していくから、やっぱあれですよ、美人が多くなっていくわけで、そりゃあれですよ、この色合いのドレス着こなすよね。両血統モデル体験生まれますよ。そういうことですよ。秋田美人の話した時にすごいびっくりした。相当徹底したなって。佐竹氏、わかんないけど、なんかそういう話聞いたことあるんだ。オーケー、美人と、政略結婚できる美形が生まれるの繰り返し。そうよね、そうですよ。だから王族は美形が多いんです。そりゃあもうね、どんどんオーケーは美しい人は取ってきますから。うらやまーってそうね、そもそもご先祖様の血統がすごくいいからね。うん、美人しか生まれないからな。めちゃくちゃいいサイクル。ピッケルというドンキの入ったあの布袋を人に投げつけるプリンセスまだ人の痛みを知らない。血筋のなせ技、そういうことですね。アナのまんま相当美人。そう、姉、そうね、お母さんも美人よね。目大きいもんね。始まった。エルサのアイシャドウ結構えぐいよねって。そうね、結構入れてるよね。ネットで調べたでですね、エルサが化粧落としたらこんな感じっていう画像がありますよ。実は目ちっちゃい説。ガッツ、いいガッツしてる。ガッツ、どういう意味がガッツ。潔癖症みたいな。多分ジョン。箸の持ち方とか。
うえやったことない。友達あ、なんだろう、幼女時代から可愛いんだよなって。あ、そっか、エルサはそうだわ、化粧しなくてもだ。キョピさん結婚してますかって結婚してないよ、フリーだよ、独身だよ。どうした急に。してないよ。あ、荷物燃やしてる。結婚はまだできないな、キョンピは16だからな。あ、うひー、あー、あ、ソリー、あぶね、危ない、積み荷を燃やして。心が通じちゃってるな。逆に茨城の茨城が微妙な理由は、茨城から秋田に美人みんな連れて行かれたからって聞いたことあるよって。茨城の人微妙とは思わないけど、それあのね、それ名古屋でも聞いたことあるわ。名古屋の美人持ってっちゃったって話聞いたことあるわ。そうなんだ、秋田は罪深いぜ。この彼ってムチムチなのに、ガチムチなのにお肌スベスベですよね。東北の人が肌綺麗な理由は、あの太陽にあまり当たらないからって聞いたことあるよ。まあこの辺雪国だから太陽当たんないから、紫外線とか当たってないから肌綺麗なんじゃない。綺麗、微妙はいかん、微妙はいかん。出た、雪だるま。あ、ピエール滝番とやっぱ変わんないわ、声優さんすごいな。元のイメージ大事にしてるわ。ああ、脳貫通してる。脳ないけど。え、オラフの声わかんないね。
え、もともと声こんなのあった気がするもん。ローン返済お疲れ様です。また一回お願いします。彼お金ないけどな。ててて、あ、危ない危ない危ない、あ、痛夏。雪だるま。溶けちゃうぜ。ちょっと違和感ある？ちょっと爽やかすぎるな。歌多いな。名作の香り。いや、名作なんですけどね。君溶けるで。アレンデール、この国は実際は夏の時期なんですよね。歌うま。この性格いいよねって、歌うめー。元のピエール・タッキーって人も歌を出したんだよね、確かね。電気グルーヴっていうグループ組んで歌ってるんだよね。元の歌もうまかった気がする。ひどい。いけいけ、持っていってやれ。もっと天然っぽい方がいいなって。天然か。CM 少ないねって。そうか。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ああさくりさくり。オラフが歌ったやつ歌ってくださいって。アリーノ、あ、違うね。ごめん、一回じゃわかんない。
危ない危ない危ない。全然登れてない。階段。彼は頼りになるよ。恋に落ちるとは聞こえた。お、またでしょう。メルト溶けてしまいそうかい。摩擦がない。手すりに捕まえないからね。1分10秒ぐらい。だいたい1分だ。ここ本当に1分待つって話どっから聞いたことあるんだ。わお。数えますか。誰かがね本当に1分待ってるって多分半年前の配信で言ってた気がするんだよね。でも1分10だ。だいたいそうだったな。ジャストなんだよな。やっぱジャストなの？うん、ちょっと早かったか。人として生きることを諦めんてんだよな。
思い出した。ちなみにね、ロボトミーコーポレーションっていうゲームで、あの雪の女王っていうキャラクターいるんですよ。アナ雪好きはどうでしょう、ロボトミー。雪の女王の機嫌損ねたら決闘をしなきゃいけなかった。あぶね、この歌の博多弁バージョン聞いたことある？ないよ。どげんかせんといかんねーいかんねーっていう歌。わあ、あ、気になった。短期すぎ。追ってきた。あなた、え、そっちが好きって。主人公ってアナなのかな。ダブルヒロインって取った方がいいのかな。一応アナの冒険だよね。逆。タグリュステル。あなたはどっちですか？あなた、え、そっちが好き？雪だもんね。アナ雪ガチで引っ張られて、さっきの歌デュエットしてきました。ちゃんと付き合ってんの偉いな。
ああジム知ってた？実はこのキョンピも恋愛のスペシャリストなんだよ。絶対にやっちゃいけないことしてるかい？それはね、夜中の3時にね電話をねしちゃダメだよ。スーパーポジティブガール VS ネガティブクールレディファイト。どっちも勝ってほしいな。アナと血は喧嘩したら謝るまで許してくれないんだぜ。そうね、結構しつこいよね。カーン、戦いのゴングが今鳴る。お、よう子猫ちゃん、勘違いしてるようだな。恋ってのはマスターするもんじゃない、溺れるもんだ。キャー、かっこいい。そうか、その身を預ければいいんですね。思ったがままに、自由にわがままにすればいいんですね。そっか、甘酸っぱい経験もしてきたんですかね。キョピ、コーヒーよりココアが好きです。ファン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 。シスターズ知らない。何それ、わからない。ディズニー関係だったら覚えるわ。新しいとこ行きたいな、行きたいな。言うてもあと半年後ぐらいなんですよね。確か2020年の4月かな、春にこれ完成なんで。ベイマックスキョンピ好きなんですよ。ベイマックスゾーンとか楽しみ。いやー、進化するねー、ディズニーはね。アナ雪2はガッツリ売れるといいですね。行きたいなーって。 I know ママに、わがママに。アナよりもエサがほんまビジ、何言ってんのよ。どっちもでしょ。なんすかなんすか、どっちが美人とかないですから。ビジュアジエリア行ってえなって。ほう、何があんのかな。あのね、キュッピーね、あのね、ちょこちょこ知ってるんだけどね、ディズニーランドってルミエールすっげえ優遇してるよね。あのろうそくのあの中に人間が入ってるっていう、なんだろう、あの人間がろうそくになっちまったっていう、美女と野獣の世界の住人がいるんだけど、なんだっけな、ディズニーシーにもあのルミエールのショーとかあって結構優遇されてるよね。ミッキーがあのルミエールあとはよろしくみたいなこと言ってるとこをよく見たことがある。そうよね、美女野獣コーナーね。ランド派ですか？シー派ですか？ランド派ですね。シーには過去一回行ったか行ってないかですね。シー行ってみたいなと思う。始まった！あのフライトなんとかってやつもあれだ、行ってみたいな。やばい、落ち着けない。亀裂が、トゲが増してる。ソアリー、あ、なんかそんなやつ行ってみたいわ。
俺の家族だ。石石石。お、嘘じゃないぞ。嘘じゃないんだ。スベンって思ってたもんね。炭石。サマーウォーズ思い出すな。ちょっといつもちょっと臭い。やめて。もうこの発言のせいでクリストフはちょっと臭いってイメージが強い。やめてあげて。やめて。自分のコンプレックスを周りが歌にして歌ってくる。なんつーだよ。お母さんがクラスメートしてきただけで大騒ぎするやつ。あー、うちだ。おい、トゲピーはこれも歌ってんの？完璧じゃなくてもいいのさ。あ、いや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 。今大暴れしてるよって。アナ雪大好きな女の子がね、 3,4 歳の女の子がね、放送にいるんですよ。ひー、そんな好きなのね。
真実の愛だけ。あー、髪の毛どんどん白くなってる。あってないよね。 CM。 真実の愛ってなんだろうな。真実の愛って何なんだろうな。人は間違えることもあるさ、紆余曲折もするさ。真実の愛に気がつかないまま一生終えてしまう人もいるんだよ。真実の愛って何なんだろうな。それを探求することこそが人間の使命なんじゃないかと、このキョンピは、このキョンピは思うわけですよ。強く生きろ、ボーイミーツガール。出会いを大事に一期一会ですよ。愛ってなんだろうな。なあ、世の中のね、結婚した夫婦のね、3分の1は離婚するっていうからね。いろんな人があれですよ、あれやこれや試行錯誤してるわけですよ。ねえ、本当に相性が良かったとしても、自分に経験値が足りないとかっていうパターンとかもあるからね。相手に経験値が足りないとかも、相手も叱りですからね。どんなに自分が人格者でも、相手が問題があればね、続かないこともありますから。わかんないのよ、わかんない。時と場合とタイミングですよ。そうだねーって。3分の1か無情なりやって、結構多いみたいね。我慢して、一生付き合うこともないしね、合わねえと思ったら別れちゃってもいいと思うのよ。英断、英断。愛ってのはね、自分よりも大事ってことだって。自分よりも大事が。じゃあ、スベンじゃねえや、クリストフの行動は愛ですかね。真実の愛、愛とは、愛とは。何の見返りを求めず、ただその人を愛し続けることかなって。ほう。愛し続けること、イングの関係ですね。現在進行形か。好きなディズニー作品何ですかね。お、君は何が好きだい。君は何が好きだい。キョンピは、キョンピはアラジンが好きだな。アルの性格がすんごい好きなんですよね。皆様がアナ雪狂ったように見たんであれば、キョンピはね、アラジンを狂ったように見てますね。トイストーリー、あー、素晴らしいですね。トイストーリーか。主役ってウッディなんですよね。とキョンピは思ってるんだけど、トイ・ストーリー1って、ウッディよりもね、上にね、バズ・ライト・イヤーの名前があるんですよ、キャストで。気になるわ。ウッディは引き立て役なのかな。でも、ある意味、バズの話でもあるなとは思う。4見てないからね。4の話も語りたいな。カーズ狂って見てますって。キョンピカーズだったら1と2見てるよ。カーズは1と2どっちが好きですか。やって。やー、押す押す。おいおいおい、こんばんは。こんばんはだろ。真実の愛ってありますかって、キョンピが皆様に注いでるのも愛じゃないのかな。始まった。始まったぞ。キョンピは真実の愛を皆様に提供しておりますよ。見返りなんて求めてないさ。あ、あぶれ、雪だからね。ああ、門番。門番一番やばいやつはどうしちゃった。やばい。やばい。1か2か選べないって。2はもう、メーターのストーリーよな。危ない、危ない。でも、
2のマックイーンも成長してて結構好き。メーター主人公っつうのが冒険してるけどな。わー、キョンピは2も好きよ。キョンピさん、あなただったら結婚できると思いますよって。あ、ありがとう。わあ、魔法で戦ってる。ああ、あかん。あ、あぶねえ。アナ雪の DVD 持ってるよって狂ったように見よう。うん、動揺してる、動揺してる。僕はね、リメンバーミーが好き。最高だよな、リメンバーミーはよ。もう、もう2013とかこの辺のディズニーはガチですごい。この翌年ズートピアだろ、すごいよな。こんにちは。あの手のカスをつけるときに鼻がかゆかったら絶望ですよねって。足がある。リコさんなら足でかけるよ、鼻をな。興味できるかな。できない。あ、いや、これは愛じゃないのかい。真実の愛ってなんなん。え？
はあ。ああ、火消してる。急いだよな。これさ、しなくていいんじゃないの。ああ、髪の毛が真っ白になった。もみあげ。男の人ってやっぱりそんなのって。やめて、キョンピみたいにいい男だっているよ。そうだな、こういうやつもいるよ。君の周りにはだらしなとこが多かったんだ。でもキョンピは違う。キョンピはもっと計算高いよ。最低、最低だ。ハンスこれ言わなくてもこの国乗っ取れたんじゃないかなって思うんだよな。さっきの部屋にあったチェス盤がね、もうあれなんですって。ちょっとこれ後で教えて。ああ CM、 はあ、赤いチューリップ の模様の暖炉の火を消しました。赤いチューリップといえば花言葉は真実の愛。真実の愛の愛を掲げた暖炉の火を消した。あれかな、ハンスには真実の愛はないから、キスしてもどうにもなんなかった場合ハンスの立場はなくなっちゃうってことかな。だからここで暴露したのかな。ここで暴露するタイミング早いなって思うんだけどな。ねー、自尊心が強いんだろうね。うまくいったことを種明かしせずにいられないのかもしれない。あー、だって王子だもんな。なるほどね。なるほど。僕らの愛の火は消えた？いや、もともと火ついてなかったんじゃないの？消しただよね。消えたというよりは。つら。心は解けない。兄さんに認められなかったから反動で。そうな、あの王位継承権をね、このまま普通に生きても城継げないんだよな。どっかの王様になるにはもうこういうような方法を取るしかないんだ。早急だった気がするけどな。痛い目にあっていい女になるんやで。人は経験だよ。経験が人を成長させるんだよ。痛い目か。みんなは痛い目にいっぱい会ってきたのかい？辛い目にいっぱいあったのかい？会う必要はないけどね。会うと成長するよ。自分で生きていくってそういうことかな。
つらな、つらよ。始まった。戻ってクリストフ、戻って辛さを超えると一皮むけて人間として成長しちゃうのかな。学習するんだよ、すごいなって。魔法だもんね。ああうひお、すげえ。さすが人参。痛すぎて痛みも感じなくなった。今の旅のメスには効くんだこの映画。オラフ、オラフ、愛ってのはな、一つじゃねえんだって。あとな、いろんな形もあるんだ。溶ける。これも愛じゃん。お、スーさんいらっしゃい。アナ雪知ってる？見たことある？オラフ、オラフ見た目これだけどいいやつよな。ディズニーの出っ歯キャラはみんないいやつだぞ。メーターもそうよね。あれ？メーターって歯抜けだっけ？はあ、今風が窓が開いて風で倒れたチェスの駒、それはクイーン。ふえー、ジョーは死んだ。え、そういうこと？
今どんなシーン？今ね、今オラフと一緒に城を出た。クリストフがスベに乗って城に向かってるところ。エルサが城を出て雪の嵐がひどくなってる。オラフが飛んだ。チェス気にしたことないねって。そうよ、よく見てるし、考察すごいな。細かい配慮もしてるのいいよね。見れば見るほど気がつく作品だ。新しい発見がある作品だね。ああ、アナの命は救うことができるのか。次回物語クライマックスへ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。引き続きご覧のスポンサーの提供でお送りします。 CM 見てだけで寒いな。次回いや、まだ続きますよ。 CM に入る前の煽りだな。はあ、アナ雪2、来月ぐらいから本格的な冬が始まりますね。今のスベンとクリストフ、この前のキョンピとヨッシーみたいだな。ほう、信じ合う心って感じですか。なるほど、キョンピとヨッシーはあれを通じ合ってるから、どんな冒険だってね、どんな険しい道だって二人なら頑張れるから、もう一生離れないよ。アナと雪の女王って名前不思議だよねって。あー、もともとの作品タイトルはフローズンなんですよね、この作品。これか、フローズンなんですよね。英名で結構シンプルだよな。あ、始まった。韓国では冬の王国っていう名前ですって。あー、正直、アナと雪の女王ってタイトルはね、大当たりですね。これは分かりやすくて、人の心つかむわ。あ、これはいい日本名だと思う。海外で、めっちゃいい作品なのにね、翻訳間違えてて、翻訳の仕方がおかしくて、いまいち流行らなかった映画とかもあるんだよね。これはいいタイトルと思うな。ヒョンピめちゃオス映画に最強の二人っていう映画があるんだけどね、あれはタイトルが良くないなと思う。イメージと作品全然違うもん。今度またリメイクありますね、映画で。タイトルで損する作品はもったいない。スベン、もうちょい、ありがとうございます。不貞野郎だ。はあ、はあ、心が死んだ。
はあ、はあ、凍っちゃった。真実の愛、すごいな。氷を溶かすイメージ。アナ雪歌すごいよね。あー、溶ける、溶ける、溶けない。魔法ってすごいな。あ、プリンセス顔面パンチ。アナを救ったのはクリストフじゃなくてお姉ちゃんだったんだね。は、お、ソリ、新しいストーリーだ。入った、右ストレート。やった、くっついた。
今窓辺に紫と黄色のクロッカスが植えられてますよってキョンピさっき読んだあれかい？有名なんだね、クロッカスの黄色と紫って。へえ。力は使いようだよね。もう終わるんすかって、終わりそう。黄色のクロッカスの花言葉は私を信じて。ハッピーエンドよね。終わった。この作品のラスボスって何なんだろうね。ハンスってわけでもないよね。ハンスなのかな。自分っていうテーマだと思うわ。あ、なんか踏んだ。冠。わた。あはー。で、2もやるんだよ。また冒険するんだ。Into the unknown、 心のままに。マスタカコすごいな。歌わしてもすごいんだから。真の愛って何なんですかね。真の愛か。兄弟やだっていいと思うんだ。お互い思う頃ですよ。次回はルパン三世、コナン対ルパンだ。あお疲れ様。紫と黄色を合わせると効果少ない形の愛を信じろって話になる。おお。すごいね。もうね、そんな話作中じゃ全く触れてないのに気づきようがあるんだもんな。すごいよな。あー、すごかった。オラフよかったよって。オラフ声優さん変わったけど違和感ないですね。だから2も安心して見れます。